アトムこんにちは IMF によると、今年の日本の名目 GDP は昨年よりも0.2%減り、4兆2308億ドル日本円で約663兆円と予想されますこれにより、4位だったドイツの4兆4298億ドルに抜かれ4位に転落する見込みです 本日はこの件と私の感想をお伝えします。日本の GDP が世界4位になるとランキングはこちらのようになります。1位アメリカ、2位中国、3位ドイツ、4位日本、5位インド。今回ドイツに抜かれて世界4位となった理由はなぜか。その理由はこちらです。円安となりドル換算で目減り。ドイツはインフレ率が高く GDP が上昇。 日本の,の GDP はかつてアメリカに次ぎ世界第2位でしたしかしバブル崩壊後の低成長時代に中国に抜かれましたその中国の GDP は現在日本の4倍以上となっていますこのまま低成長を続けばやがてインドやイギリスにも抜かれると予想されていますいかがでしたでしょうか 先日日本の一人当たりの GDP が世界27位に転落したとお話ししたのですが、今度は GDP も順位を下げました。この流れはそう簡単に止まりそうもなく、このまま日本はどんどん貧乏になっていく可能性が高いです。GDP の順位など気にしなくてもいい。豊かさを実感できればいいのだから、このように言う人もいます。確かにお金がそれほどなくても豊かさが実感できればいいでしょう。 しかし現在どれほどの人が豊かさを感じているでしょうか。日本経済が成長し続けていた時代なら確かに経済的豊かさはもう十分だと言えたかもしれませんが現在は貧困世帯が増え中流家庭が減り下流世帯が増えてきています。ですのでやはり経済的に豊かになることは必要だと思います。今後経済成長をするために必要なことはお金を稼げる産業に 力を注いでいくことです。そのためには、アメリカや中国と争うよりも、日本が得意なことに集中した方がいいのではないでしょうか。例えば観光業。日本は風光明媚で世界でも例を見ないぐらい自然が豊かです。また、食べ物も世界で最も美味しい国の一つです。この二つはとても大きな魅力となります。あとは、漫画やアニメなどのエンターテイメント。日本の漫画は世界でも人気で、 多くのファンがいます。日本人が考えるストーリーは世界では生み出せないほど独創的で魅力があります。少子高齢化を迎え働く人が少なくなることで経済成長をしていくには今までとは違う発想転換が必要となるでしょう。日本人は変化を好みませんが変化をしないと自利品になっていくのは間違いありません。変化するのはまさに今です。今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。